明日も東日本を中心に猛暑となり、熱中症の危険性が高くなります。冷房による電力需要が増大し、平日であることも影響して電力需給が逼迫する可能性があるため、経済産業省は東京電力エリアに電力需給逼迫注意報を出して節電を呼びかけています。ウェザーニュースのエナジーフォーキャストセンターの電力需給予報では、電力需要のピークは昼過ぎから17時頃まで続くとみられます。正午前後は太陽光発電により需給に余裕ができるとみられますが、供給可能な電力は夕方にかけて減ってくるため、最も予備率が小さくなるのは15時から18時の時間帯とみられます。明日の予想最高気温は東京で36度、名古屋で37度と、人の体温に迫るような危険な暑さとなる見通しです。この猛暑は今週末にかけて続く恐れがあり、電力需給の逼迫も金曜日にかけて続く可能性が考えられます。梅雨明け早々に暑さが続くため、まだ体が暑さに慣れていないこともあって、熱中症の危険性が高くなります。エアコンの使用は必要不可欠ですので、適切に使用し、照明やテレビ、モニターなどその他の節電にご協力をお願いします。お住まいの電力エリアの逼迫度合いは、ウェザーニュースのアプリやウェブサイトに掲載されている電力需給予報から確認することができます。ぜひご活用ください。